ブレイクスロンドンは日本人のファッションデザイナー両山崎が2010年にロンドンを拠点に立ち上げたファッションブランドである。ブランド名には創始者のイギリスファッションシーンに入り込み勝負するとの思いからブレイクイントゥが語源とされている。2010年ロンドンにてブレイクスロンドンを創設する。2011年にファーストコレクションを発表。 ロンドンアンダーグラウンドシーンを象徴する攻撃的なスタイリングは同世代のミュージシャンやメディアなどから高い評価を受ける。以後、イギリスのミュージシャンから愛され衣装提供の依頼を受ける。レザーアイテムを得意とし初期から展開されているライダースジャケットはブランドの代名詞とも言えるアイテムとなっている。2012S、S コレクションが オンラインファッション総合サイトである look.com、OK、にて、2gbubble とメネチアローラにより先行されベスト、メンズワヤを受賞。2013s、s コレクションでは、プレミアムベルリンにて、ヤングデザイナーズアワードを受賞。そのコレクションは、ベルリンのギャラリーラファイエットのショーウィンドウを、飾り EU 圏での認知を獲得。またその頃から、 ミューズ・ザ・ホラーズ・ザ・バキシーンズといった UK を代表するロックバンドの衣装を手掛けるなど活動の幅を広げデイズド・コンフューズドや H マガジンといった EU を代表するファッション誌にもたびたび取り上げられる存在となる。ありがとうございます。